ラゴンズの外国人としてまず名前が挙がるのがドン・ニューカム。第1号ホームランをライト最上段の看板にぶち当て、ファンの度肝を抜いた。来日1年目に36ホーマーを放ったゲイリー・レーシッチ。神主打法で63年の優勝に貢献した。あのランニングホームランは忘れられないウィリー・デイビス。3割を打ち、ホームランも25本をマークした。現役大リーガーの第1号として日本にやってきたジム・マーシャル。57年の優勝にはコーチとしても貢献した。ケン・モッカは優秀な成績とともに生真面目な性格でファンから愛された。平成6年から3年連続首位打者に輝いたアロンゾ・パウエル。入団1年目にいきなり3割30本をマークしたレオ・ゴメス。ジャイアンツキラーの頼もしい存在だった。